Kids wanna ride。 Mスポです。今週のゲストもビアティの選手なんですが、とっても日焼けしている方がお二人お越しいただきました。実はサッカーはサッカーでもビーチサッカーなんです。ビアティンがこの4月からビーチサッカーのチームを発足させています。ご紹介しましょう。ビアティン三重ビーチサッカーの田畑照樹監督、そして鈴木雅人選手です。こんばんは。こんばんは。お願いします。いい色ですね本当に。そうですね。なんかね、あの松田さんもちょっと日焼けしてますが、はい、全然色が違いますね違いますね。松田さん何焼けなんですか？僕あのスーパーフォービア のピットレポーターのお仕事焼け。お仕事焼け。そういう意味では一緒ですね。さあ、このビアティ三重のビーチサッカーということなんですが、まあ、4月に発足されました。そして田畑さんは監督なんですが、はい、選手も県でやってます。もともとやっぱりサッカーをなさっていて、そしてビーチサッカーに転向されたんですか？そうですね、もともとサッカー選手で、うん、ラフさんとかに誘われて、はい、でビーチサッカー一回り違います。一回り違いますか。じゃあ日焼けの感じも一回り違うわけですね。そうですね。はい。そしてこのビーチサッカー、やっぱりすいません、まだまだ私たちもよく分かってないんですが、海外の人気というのは本当にすごいと伺いました。はい、そうですね。僕が2011年の時にブラジル単身で行った時になんですが、もうその大会は7万人、まあ、サッカーと同じぐらい。ということなので本当に頑張ってほしいです。はい、まずはちょっとルールなどを知りたいので、そこからですみませんが、はい、教えていただきたいと思います。そうですね。はい、まず人数はサッカーと違って本当5人、まあ、5対5、5人、はい、うん、で交代自由、もう何回出入りしてもOK で、であとは時間は12分の3ピリオドで、ハーフタイムの間は3分ですね。でピッチのサイズもサッカーとは全然、ね、サイズが違って縦が37メートル、まあ、横は28メートル、もうキーパーも含めてどこからでも点が入るサイズですね。なるほどね。松田さん知ってました？いや初めてですね。ビーチバレーは、ね、よく見ますけど、サッカーもあるんだって、ねね、本当ですよ。まあ、これでもちょっと本当になんか見てると、まあ、失礼ですけどこうビーチでやってるのでなんか楽しそうに見えるんですけどでも大変な競技ですよね田畑さん。そうですね、うん、やってる選手たちは大変ですけどね、うん、まあ、見てる方はすごい楽しめる競技だと思います。はいはい、そしてこのまるで地球儀のように今映ってますけどもこれがボールと伺いました、はい、普通のとは違うんですか？そうですね、ちょっとサイズは559でサッカーと一緒なんですけど、うん、重さとか、はい、素材がちょっとちょっと持たせてもらっていいですか？はい、あ、なんかちょっとサッカーよりも軽いというか柔らかい感じします。浅田さんぜひどうぞ。確かにちょっとクッション性がありますね。そうですね、これなら松田さん蹴っても大丈夫？いや僕多分変なとこ飛んできたねえ、はい、ありがとうございます。すいません、置いといてあげてくださいという。本当にこうデザインもなんかかっこいいですねこれね。そうですね、ビサッカーボールは2年に1回のワールドカップに合わせて2年に1回モデルチェンジするんですよ。今回はバハマだったんで、バハマ柄というか、バハマ柄ですか？そんな感じで作ったんだと思います。これでも鈴木さん、さっき素足で皆さん蹴ってましたけど、そうです、痛くないんですか？痛くないです痛くないですってはっきり言ってくれましたけど、はい、本当にそうなのかなと思いますけどね。まあ、でも本当にこういう、私はもう競技があるのも知らなかったんですが、もうすでにちゃんと試合が始まっております。4月から始動したビアティン三重ビーチサッカー、東海地区の5チームによって争われるんですが、東海ビーチサッカーリーグに参戦をしているんです。おととい28日初戦が行われています。さあ、この初戦の相手、愛知のトリコロールというチームなんです。まあ、本当にこのチームでは初めての戦いでした。高田監督、どんなお気持ちでした？はい、僕はですね、まあ、あまり緊張しないタイプなんですが、まあ、他の選手は、まあ、初戦ということで、まあ、硬さはあったか分かんないですが、まあ、とにかく結果を求めて戦ったので、うん、まあ、その上で結果がついてきて勝ったので、まあ、それが良かったと思います。
正直そんなにこのチームではまだ練習もされていなかったと。そうですね、ちょっとあのワールドカップで合流が遅かったのでなかなか練習する機会もなくて、本当にもう2回目というぐらい選手も多くて、はい、まあ、その中でも長くやった選手とか何人かいたので、はい、まあ、あまり気にせずに戦いました。これ今28番のこれ鈴木さんなんですよ。はい、何ですか、すごいオーバーヘッドキックっていうんですか、あれ鈴木さん、ああいうのはよく決められるわけですか。そうです、あ、これこれこれ自分の得意なプレーなんです。もうアクロバティックな感じですけどもね。そうですね、ビーチサッカーではアクロバティックなシュートが醍醐味なんで。そうなんですか。はい、そして鈴木選手は背も高いですよね、はい、何センチあるんですか。190センチ。190センチ。いや、やっぱこういう選手がねこの砂の上で暴れ回るとまあすごい醍醐味ですごい迫力があるでしょうと思います。でもこれ砂の上でこうして蹴るっていうのはやっぱり方向性とかも定めるのが難しいんじゃないですかね。鈴木さんどうですか。そうですね、やっぱ下がデコボコしているんで、うん、やっぱ下でつなぐっていうよりは空中でのプレーがこうやってリフティングして浮かして連携を取るっていうプレーが多いので、やっぱそうなるとオーバーヘッドとかそういうシュートが多くなりますね。ぜひ私も見たいと思います。オーバーヘッド私が見に行ったらやってくださいね、はい、さて初戦です。7対3でビアティンミエが見事勝利ということで嬉しいですね。感想は田畑さん、初戦勝ったというのはやっぱり良かったですね。そうですね、うん、やっぱり負けるよりは勝った方が良かったので、うん、まあ、あと本当リーグ戦優勝を目指すっていうよりは全国制覇を目指しているので、はい、まあ、本当負けず第一歩という感じです、はいはい、鈴木さんはご自身の試合での活躍はどう思いますか。そうです、まだ初戦だったので硬さもあったんですけど、とにかく勝ててホッとしてます、うん、連携の部分はこれから少しずつチームで話し合ってやっていきたいと思います、はい、ということでまだまだ強くなるわけです。そしてもう一つ先ほどの VTR 見て思ったんですが、楽しそう、音楽が流れているディスクジョッキーもいるんですか。そうですね、うん、まあ、サッカーではちょっと考えられないんですけど、うん、本当に音楽がガンガン流れて、DJ の方も MC の方も喋って、まあ、海外もそうですけども、うん、基本的にそういうルールになってるんで、だからピッチにいる僕らは監督の声とかベンチにいる選手の声はほとんど聞こえない状態で試合やってますね。はい、こういうムード松田さんどう思います。いや、すごいですね。僕たちはエンジン音でなかなかね周りの音が聞こえないんですけどでもね、そういうサインとかあるってことですよね。なんか声が聞こえないってことはね、うん、ありますあります。そうですよね、はい、なんかそういうのをちょっと見破るのも楽しいかもしれませんねその初戦を勝利したビアティン三重ビーチサッカーですが、同じ日にもう一試合実は行われているんです。1日2試合というのは結構これ鈴木さんハードですよね。そうですね、この日も暑かったので、うん、ハードですけどやっぱ気持ちでなんとか2試合乗り。そうですね、2試合やることもありますね。そうなんですね、はい、やはり体力勝負ね、ビーチはもう日差しが強いと思いますので、その2試合目も11対1で圧勝ということなんです。さあ、なぜそんなにこのビアティン三重ビーチサッカーが強いかといいますと、なんと日本代表の選手が3名いらっしゃるんですね。そのうちのお二人が田畑監督とこの鈴木選手なんです。ではもうジャパンのメンバー今日スタジオにお越しいただいてるんです。こちらは10年選手でいらっしゃいますさらにすごい金字塔を打ち立てられまして、田畑監督がこのワールドカップの初戦ポーランド戦で国際 A マッチ100試合出場というすごい記録を達成されているんですね。最初に日本代表に選ばれたのが何年なんですかね。28歳で2007年ですね、が初めてです。まあ100試合
今まで日本を代表してきて、本当にあのレベルの高いビーチサッカーだったりボールタッチとかもう本当にすごいですし、あの試合をコントロールするっていうところもそうだし、本当にあの周りを見れてワンタッチツータッチっていうプレーもあるし、ボールを貯めるっていうプレーも本当にできる選手だと思いますので、あの選手としてもやっぱビアティン、あの本当にいい影響を他の選手にも与えてもらえればと思っています。まあ、若い人は、まあ、タバさんからアドバイスをもらったり、いろんな動き方だったりっていうのをあのみんな話にタバさんのところに行ったりしてますね。お話聞いてどうですか？褒めすぎじゃないですか？まあ、ありがたいことですね。はい、またあの小牧さんがね、はい、もうなんかラモスさんかと思うようななんかワイルドな感じでね。あのバンド外したら、ザ・ラモスって感じ。あ、そうですか。さて鈴木さんはどうでしょう、この田畑選手、田畑監督というのはどんな存在ですか？そうですね、やっぱビーチサッカーを知り尽くしてるっていう印象があって、まあ、ビーチサッカーやってる人には誰しもが憧れる存在かなと思います。そんな方が今お隣にいらっしゃいます。松田さん、こう10年間こうトップで居続けるってすごいですね。はい、いやなかなか難しいですよね。モチベーションもそうですからね、素晴らしいです、はい、もうまだまだこれからもやっていただきたいんですが、まずは田畑監督、チームの選手をちょっと今日ご紹介いただきたいので、はい、VTR ご用意いたしました。はい、監督業をお願いします。はい、まずは鈴木選手、本当に身長先ほど言ったように190センチありますが、足元の技術もしっかりしていて、あとは両足から繰り出すオーバーヘッド、これは日本で唯一彼だけなんで、うん、まあ、本当若いですし、これからすごい期待できる選手です。はい、次は小牧選手、はい、もう見た目からザ・ビーチサッカー選手なんですが、本当彼もスピードありますし、テクニックもそしてアクロバティックもなんか全てを兼ね備えたいい選手ですね。本当雰囲気もありますし、まあ、もちろん実力も、ね、はい、あるということでしたけど、ぜひ見たい。はい、そうですね。キーパーの宜野座選手、まあ、彼も長年代表でキーパーをやっていたので、まあ、今はちょっと外れてますけど、彼も本当至近距離からのシュートなども反応もよく、今では本当足も使ってゲームをコントロールしてで得点も取れるキーパーなんで、まあ、これからもあのビーチ界を引っ張っていく選手でもあります。で佐藤選手、彼はちょっと小柄なんですが、まあ、運動量豊富 で当たり負けもしない強い選手ですね。あとやっぱり技術もしっかりしていて、本当チームのためにやってくれるっていう選手ですね。本当にある意味個性あふれる選手たちがこうしていろんな技を繰り広げてくれる、なんかその12分っていうね、はい、そのプレーの間なんかこうギュッといろんなことが詰まってそうな、そんなワクワク感を今日は感じさせていただきました。さてぜひ皆さんも間近で見てみたいですよね。ビアティン三重ビーチサッカーが参戦している東海ビーチサッカーリーグ、次節は6月11日の日曜日、愛知県蒲郡市のラグーナビーチで行われます。これに向けての意気込みはいかがですか、監督？そうですね、まあ、できました。そして皆さん、ビアティンのサッカーの試合ももちろんあります。6月4日日曜日です。 JFL 第12節栃木ウーバー FC 戦、四日市市中央緑地公園陸上競技場で行われます。こちらもぜひ応援に行ってください。ということで今週はビエティミエビーチサッカーの田畑監督、そして選手でもありますけどね、そして鈴木選手にお越しをいただきました。今日はあの番組最後までスタジオに行っていただけるということですので、テレビをご覧の皆さんにはメッセージをお願いしたいと思います。まずはこのコーナー、お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は岡さん、ウェザーニュースです。エンディングテーマ曲は西野カナさんのパをお送りしています。
スタジオには引き続きビアティミエビーチサッカーの田畑選手、鈴木選手です。いろいろとご質問などもいただいておりますので、ちょっとご紹介をしていきたいと思っています。まずは田畑選手、体の砂を落とすのって大変じゃないんですかといただきました。津島市のどんちゃんさん、さらにあの豊島さんもですね、砂って意外と落ちなくて部屋の中海の家みたいに砂が落ちてザラザラしませんかと、私もそんな気がしたけど、どうですか田畑さん。いや意外になんか目とか耳の方が結構落ちなくて。あ、そうです。でも会場には基本シャワーあるんで、もう着いたらもうバー、それか海に飛び込んで落とすっていう。またいいですね、ワイルドですね、それもね。そういう感じですね。はい、鈴木さんも気にならないですかさほど。そうですね、やっぱ服とかよりは体に、髪の毛とかにすごい、シャワー浴びてると頭ジャリジャリすることがあります。はい。そして鈴木選手へということで、田畑監督は選手も兼任しています。監督がミスした場合、僕の時は怒ったくせに監督は失敗したじゃないかっていうこともあるんですかねと。まあ、まだスタートしたばっかりですが。まあでもピッチの中ではまあ年は関係ないので。はい、そうですね。まあ、やっぱこういうプレイングマネージャーっていうのはね、大変だと思いますけどね。いや大変ですよね。やっぱりでも、あの僕もちょっと気になったんですけど、さっき の, あのゴールキーパーの人、砂思いっきりかかってましたけど、口の中に砂とか入らないですか。あ、本当ですよね。どうですか砂一番かぶってんじゃないですか。目に入る、口に入る、もうそうですよ ね, ね。確かにそうですよね。はい、でもやっぱり田畑さんどうですか、監督で選手っていうのは、はい、自分としては大変、それともやりがいがある。そうですね、やりがいはありますね。うん、まあ世界的に見ても結構多くて、うん、だからあんまり監督っていう立場は気にせずにやってますけど、うん、はい、まあ大事なところで、はい、あのそういう指揮官としての役割を果たせればいいのかなと思いながらやってます。うん、はい。そして鈴木達也さん、ビーチサッカーとっても最高。藤巻さんどうかなっていう、あのビアティンのサッカーチームの藤巻選手っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、いつもあの選手が出てると、あのファックス不思議なメールを送られてくる有名な方がいます。またぜひあのビーチサッカーの方にも、はい、選手が出たら誰か送ると面白いよっていうのを広めていただければ、ね、広めてほしいですよね。という勝手なこと言ってますけど、すいません。で、伊手前さん、日焼け止めは塗るんでしょうかといただきました。一切塗らないですね、僕は。はい、鈴木さんは。僕も塗らないですね。塗らない、まあ、塗っても汗で落ちちゃうと思う。なんですね。本当にすごい競技ですね。はい、本当に期待しています。そして、今日のオープニングのインディ500の話も見てましたが、ケンちゃんラーメンさんが、生中継で見てました。佐藤拓磨選手トップチェックを受けた瞬間、一人で、もう絶叫号泣でした。感動しました。松田さんもルマン24という世界舞台で戦ってきましたね。インディーカーレースもどうですか？そうですね。インディーも出たいんですけど、僕はやっぱりルマンでね、まあやっぱ三大レースの一つ勝ちたいです。本当ですね。はい。というわけで、もう本当に世界で戦う男たちでございますので、共に三重で練習して世界で羽ばたいていただきたいと思います。では本当、ビアティ三重ビーチサッカーの皆さん、これからよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。松田さんありがとうございました。今日この辺で時間になりました。この後はもっともあります。それではまた。